どうも、関西クラクラクラブのコミです。さて本日はホグライダーに、注目した、ね、動画を、お届けしたいというふうに思うんですけども、本日ねガルーダさんっていうクランからあのフレンドの方がねこう遊びに来てくれてまして、でその中でジンベイさんがね、攻めてくれたこのクイヒーホグがまあ素晴らしかったんで、本日のメインはこちらをお届けしたいというふうに思うんですが、同時にねあのガルーダさんからもう一人クスリューさんって方もお越しくださっていて、でこの方もねあのペッカボーラーにこうヒーローを混ぜ込んだ格好からのホグライダーっていうね形でタウンホール12から全開取ってくれてます。これもかなりねあの参考になる点が多いので、見ていただきたいというのと、今日は3本立てなんですけども、最後の1本は、タウンホール11におけるねクイヒーホグ、こちらもご覧いただきたいというふうに思います。で、早速なんですが、こちらジンベイさんのアタックをねまずはご覧ください。今日のメインこちらですね。で大雑把にプランニングをしますと、クイヒーをここからこう歩かせていって、この区画っていうのをねクイーンでこう処理していきます。で、ホグライダーをぐるっと、十字方面から反時計回りに回していって全開まで持っていくというような格好ですね。でただねこの攻め、ジンベイさんが意図しなかった点でいくつかなんていうのかな、イレギュラーが発生しているんですけども、まあ、そこに対するあのケアっていうのもかなりね上手にしてらっしゃるので、まあ、まずは一旦ねこの攻めをご覧いただければと思います。でもすでにウォールバスターに先導される形で、クイーンがここ入っていってますね。で、援軍にはペッカとあとアイスゴーレム持ってきてますんで、ここでしっかり援軍処理をしていくというところですね。でギガテスラありますけども、これ今、クイーンのいるこの壁があるんですけども、壁の外側からこう殴れるのでね、まあ、ここに関しては特に問題なくクイーンが、ギガテスラまで破壊してくれそうですね。まあ、この辺りのフリーズを使ったりして、火力を下げるっていう技術も本当さすがにうまいですよね。かなりたくさんの施設から撃たれてしまうポイントなんで、まあ、クイヒを生かすにはね、レイジだけではなくてフリーズを併用するっていうのはすごくいいアイデアですね。でこれが1個目のジンベイさんのちょっと誤算です。今壁殴ってますよねクイーンが。本来はこれ相手のアーチャークイーンこっちまでね壁を越えていってくれることを目論んでたらしいんですけども、まあ、一応ここももしかしたら壁殴るかなまでは考えていたらしいです。すごいですね、この壁殴ることまでちょっとちゃんと考えておいたがためにしっかり壁殴った後も慌てずにねこう残ったホグライダーとバーバリアンキングをしっかり出していって、戦術を軌道に元通りの軌道に戻してますよね。で相手のアーチャークイーンはクイーンがまあ壁を越えて今中央部に入ってきてるんですけども、こうねしっかりとクロークを使って、処理していくという格好ですね。で、残ったホグライダーにヒーリングの呪文ラスト1個しっかり打って、4時方面のウィズトンのところをカバーしながら、最終区画までホグを進めていくと、まあ、ただね今のそのクイーンの動きなんかもあったりしてホグライダー最後はこうやられちゃうんですが、まあそこに関してはねまたクイヒーがきっちりこう生き残って機能してますので、クイヒーがそこをなんていうのかなカバーして最後の全開までこう持っていってくれるというところですね。非常にうまいアタックだと思いませんか。本当にクイヒーのコントロールが絶妙で、やっぱ最後までねこのクイヒーホグをやる上でクイヒーが生き残るっていうのは、まあ、とても重要なポイントですよね。で、そうさせるためにジンベイさんがやっていたいくつかのテクニックがあります。それをね重点的に見てきたんですが、まずここサイドカットですね。ペッカにウィザード2体を出してなんと削ってる施設ってこのたったの 1,2,3 3つだけなんですよね。これだけを削るためにペッカとウィザード2体っていう31枠かなのコストを使っている。でしっかりね今このバスターに続いてクイーンがこのインフェルノタワーの区画に入るようにこう誘導していってますね。でここ、見ていただきたいのは火力が確かに今集中はしてるんですよね。なんですけどもこうなんていうのかなクイーンが3つ以上の施設に打たれる、ことっていうのはそんなになさそうですよね、まあ、あって2つプラス、相手の援軍とか、まあ、そのぐらいですね。本当に中心部のこのギガテスラ区画まで入ってくると結構打たれるんでしょうけど、そこまでいかなければ打たれないということで、まあ、この辺だったら、火力が、ね、比較的まだ、高すぎないので、
まあ、レイジを使いながらなんとかね、援軍で持ってきたアイゴレもこう混ぜつつ、切り抜けていけるかなっていう計算をして、でここのその12時側の角っていうのを空飛で潰していってます。でそうすると見ていただきたいのがこの配置、綺麗にこう、L 字型がこう出来上がりますよね。こんな風な、でこの L 字をしっかり活用してホグライダーをぐるっと回していくというプランを描いているわけですね。でさらに L 字を作った後のクイーンっていうのも、まあ、この辺の施設っていうのかな、まあ、中央に近い施設っていうのは当然ながらクイヒがこう破壊していってくれますんで、ホグの回るルートっていうのはこう外周をより狭いところをこう回るようになりますよね。っていうような格好で中央までクイーンが生き残るような低火力帯かつ中央に進んで L 字が作れるようなところに突っ込ましていくことができれば、でも当然クイーンがこう生き残ればね、あのホグライダーを回せるのルート作りっていうのがかなり綺麗にできる。で、まあ、今回のこのジンベエさんの攻めでいうと重要なポイントっていうのは、まあ主に一つはまず突入部のサイドカットっていうのをとにかくコストを使ってでもきっちりやるっていうことですね。これができているがためにクイーンがちゃんと目論み通り中進んでいくと、もしもそれたらその瞬間にプランが破綻しちゃいますので、一番最初の入りの部分のサイドカットっていうのは本当に力を入れてやってたっていうこと、あとは入っていった先の12時側、ここですね、火力がそんなに集中していないので、まあ、レイジで切り抜けられたっていう点、これもしもレイジを使っても切り抜けられないような超高火力帯だったり、まあ、相手の援軍がラバーハウンドとかだったりした場合にはかなり苦戦してしまうんですが、まあ、あの2施設プラスラバーハウンドぐらいならギリギリなんとかなるかもしれないですね。アイスゴーレムとかも援軍で持っていってれば。で今回の場合には、それがなかったので、まあ、比較的クイーンは生き残りやすい環境にあったかなと言えます。で、そういう形で中央まで持っていってから最後 L 字をホグライダー回していくという形でね、これがクイヒーホグの、まあ、基本的な考え方ですし、ちょっともう一つね、お伝えしたいのはジンベイさんが今回どこまでそのクイーンの動きを読んだのかってとこですね。壁を殴るところまではギリギリ読んでましたけど、壁殴った後っていうのは、まあ、どうするかっていうのはそこまで考えてなかったそうですね。まあ、本来なら壁殴らずに、ずっとねこっちの相手のアーチャークイーンがいたのゾーンまでガーッとこう進んでくれるようなのがまあ本来のプランだったそうです。ただまあ考えると考えてないのじゃ全然ね、いざクイーンがおかしな動きをした時にできる対応の速度が変わってきますんでね、細かいプランニングまではしなくてもある程度想定をするっていうのは大事ですね。はい、では次クスリュウさんのねアタック見ていきたいと思います。これもね今回のクイヒーホグとは少し違うんですけども、やっぱりね突入型なんですね。クイーンとあとペッカボーラーを中心部に突入させていってからの、ホグライダー回しと。で今回のクスリュウさんのアタックっていうのはこの部分っていうのをきっちりと、今の出ているクイヒーだったりペッカとかで削っていって、でホグをガッと回していくっていうプランですね。1個ね面白いのがここのカット、今グランドウォーデンだけでやりましたよね。これ結構昔流行ったんですけど最近あんま見なくなりましたね。ただやっぱり使える技術なんで、例えばここベビドラなんかをね使っちゃうとコースト10枠食っちゃいますから、まあ、そうせずにグランドウォーデンを上手に使ってねカットさせてから本体にこう合流させるっていう、まあ、そういう方法も改めて思い出してもいいかもしれないですね。で今もうすでにですねかなり綺麗な L 字がこう出来上がっていって、この残った L 字の角っていうのをホグライダーでこう回していくという格好ですね。非常に綺麗ですね。ただね、今回のそのクスリュウさんのアタック、残念ながらホグライダーが結構ね右往左往としてしまって、最後のとこまで回りきらないんですが、さっきの、ジンベイさんのアタックと、まあ、似てるかな、少し違うのかもしれないけども、ペッカとヒーラーのコンビネーションっていうのは、その後、まあ、コウモリを使うにしても、まあ、ラバルを使うにしてもホグを使うにしても、なんていうのかな、決めに入っているその、主力ユニット、まあ、今回で言えばホグが全部やられてもペッカとかがね結構体力残してるんですよね。今回のもそうです。ここババキンとかペッカがピンピンして今回収に回ってるじゃないですか。なんでホグライダーが今最後の1体ここでね大砲にやられちゃってるんですけども、全然これを苦にならないぐらいユニットが残ってますよね。あとは、このユニットたちがぐるーっと、
最後まで回っていってこの配置全開取っていくと。ちょっとね、私ホグがやられたところらへんでもうこれ厳しいかなと思ったんですが、まあなんてことはないですね。体力の、まあ、フルチャージができているペッカが、まあ、2体プラスババキンがいて、後ろにこれだけねグランドウォーデンもボーラーもついてウィザードもゴロゴロいれば、まあ壁の中含めて処理は問題ないということですね。非常にお見事なアタックでした。これもホグライダーにねついついこう枠を割きがちなんですけども、今回の配置みたいにクイーンをね決まったルートにこう歩かせにくい、こういう広いね何ていうのかな、壁の仕切りになっている場合っていうのは無理にね食い火だけで突っ込ませようとせずに、ペッカとかボーラーを混ぜてね序盤、行くことによってホグライダーが少しまあ減っちゃうんですけども、終盤のワンチャンの伸びっていうのができますんでね、配置に合わせて、まあ、食い火を狙った通りまっすぐまっすぐ決まったルートを突入させにくい場合には無理せずにこういうねペッカー混ぜなんていう手も非常に有効だというふうに思います。で、最後見ていただきたいのはこちらですね。ナフさんが攻めてくれたこのアタック、アンフォール11のクイヒーホグなんですけども、ちょっとね残念ながら、クイヒーが少しやっぱりこれも意図しない方向に流れちゃって、ミスにはなってるんですが、かなりね綺麗に刺さってるんで、この編成をねぜひぜひちょっとよく見てもらいたいというふうに思います。ペッカが1体の、ボーラーが3体っていうね、まあ、そんなになんていうのかな、まあ、ほぼクイヒーとホグライダーに延長した編成になっていて、意図的には、クイヒーをぐるっとね、こうなんていうのかな、時計回りに回してここからウォールバスター使いながら中に突っ込ませていくというパターンだったんですけども、今回は残念ながら食い火がねこのままこっちに逸れちゃうんですよ、こういう風にね。なので、食い火が完全に別動体扱いになっちゃいます。なんですけども、やっぱりうまいのがこのババキンのサイドカットですね。これにウィザードを添えてしっかりと、10時11時方面をこうカットしているおかげで、ウォールバスターが開けた壁の中にボーラーとペッカがそれずにきっちりこう入っていきますよね。でグランドボールでも裏からついていってると、この格好が本当にお見事ですね。でこれができているがために、主力ユニットと、すみません失礼しました、主力ユニットと、両サイドババキンとね、クイヒーが綺麗に噛み合ってこう面でねこの配置を押していっている、まあ、こんな感じですよね。面で押していっているっていうのが分かると思います。で、最終的に陸部隊で、まあ、ここまでこうカットすることによってホグライダーのルートをかなり狭めていってですね、ここをこう回していくという格好が出来上がってますよね。このルート作り非常にお見事ですね。相手の配置の中心部分の壁の作りっていうのをうまく利用して、陸ユニットというかね、そのペッカとかボーラー部隊を進めていってますね。で、こちらに関しても、ヒーリングの呪文を最後今1個使って、三次側の防衛施設を処理しながら、最後までホグライダーを生き残らせて全開まで持っていくと、かなりこれ綺麗なね、クイヒホグ、まあ、クイヒ自体は少し、それてしまって完璧とではないのかもしれないですけども、仮にそうなってもしっかりね、なんだババキンのサイドカット等によって中心に主力を流し込む、そのプランニングだったりっていうのがものすごい光るアタックだったんじゃないかなっていうふうに思います。それがねやっぱり最後、まあ、これだけのホグライダーっていうのをこう生き残らせている、まあ、そういう要因になりますね。まあ、ですんでまあかな、この何本か前にお送りしたババキンでサイドカットやってみようよっていう動画ありましたけども、本当にね主力部隊をそらさないことってめちゃくちゃ重要で、1本目のジンベエさん のサイドカット思い出してほしいんですけど、ペッカ1体プラスウィザード2体でたった3施設を壊すっていうね、あれぐらいの気持ちで本当序盤のサイドカットっていうのは力を入れるべきパートだということがね、今回のこの鍋さんのアタックを見ても改めて感じるところじゃないかなというふうに思いますので、ぜひぜひねこのあたりご参考にしていただければ幸いでございます。はい、というところで本日は失礼しますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ぜひねカンクラにも皆さん遊びに来てください。では本日は失礼します。バイバイ。